ビオルネ・ビオルネは、大阪府平方市岡本町にある、ショッピングセンターとマンションの複合施設である。名称はフランス語のビオーンに由来する。京阪電気鉄道平方市駅近くに位置する。当施設の周辺は、古くから、岡東町商店街が形成されてきたが、平方市駅周辺などの大型店舗開発や、生活スタイルの変化に伴い、活性化が求められるようになったため、 市街地再開発事業として建設された。1990年4月28日にオープンした。再開発にあたり、平方市をはじめ、民間企業や平方信用金庫などの金融機関も出資する第3セクターの運営会社、株式会社ビオルネが1977年に設立された。2009年度には4億3823万円の 年賞を記録したが、他の商業施設との競合激化やテナントの撤退等の原因により売り上げが低下。2010年に民事再生法の手続きを大阪地方裁判所に申請し倒産した。この時点では自主再建を目指していたが、翌2011年10月に株式会社ビオルネは破産手続きに移行し、会社として生産することとなった。なお2011年当時、 ビオルネのショッピングセンター部分の所有権は床面積の60%をイオンリテール30%を地元の権利者 B1 階及び5.6階フロアを3社会商事が保有し運営会社の所有は6%のみであり運営会社の破産手続き開始後は商店主が結成したビオルネ管理組合によって運営されている2019年一部のフロアからイオンが撤退 ありがとうございます。